こんにちは、マリサです。今日はアンダーテイルの感想を語っていきたいと思います。少しトゲのある意見もあるかと思います。苦手ならブラウザバックお願いします。結論から申し上げますと、私はこのゲームはめちゃくちゃ大好きです。ただ、やっぱり思うところは多々ありますので、今から話していきます。まずは、良かった点から話してまいります。このゲームは評価の通り、BGM がすごく良かったです。個人的なお気に入りとしては、メガロバニアとスパイダーダンスですかね。あと、アンダインヒーローも好きですね。あと、キャラクターの独特な絵が好きです。ストーリーは、N ルートが一般的に進むルート、B ルートが王道展開ルート、G ルートが胸クソ展開ルートですね。N ルートと P ルートだけでも、アンダーテイルは良いゲームだったと思います。ただ、良いゲーム止まりで、あそこまでの人気は出ないと思います。胸クソ G ルートがあったからこそ、アンダーテイルが人気になった理由の一つだと考えています。その理由を今から話します。N ルートと P ルートだけだとくどい展開が多いんですよね。例えば、アルフィーとメタトンのやりとりとか、サンズとパピルスのしつこいくらいのギャグとか、シリアス展開から明るく愉快な展開に持ち直したかったのでしょうが、プレイしているこちら側は正直、またこのやりとりかよ、飽きたわ、となってしまいます。アルフィーの研究所の話もいきなりのホラー展開でびっくりしましたし、何の余興もないんですよね。アルフィーが主人公を騙していたとか、アルフィー、めっちゃ嫌われるタイプのやつやん、と思ってしまいました。好かれるやつと嫌われるやつの差がすごく激しくて、作者の自己投影感が否めなかったです。あと P ルートでは、無駄に主人公をよいしょしたりとか、オメガフラウィー戦の後になぜ外に出れたのかもわからなかったですし、説明が少なすぎるんですよね。まあ、そういうゲームだから、と言ってしまえば全て丸く収まるんですがね。これはインディーズゲームですし、穴があるのは仕方がないとしか言いようがないですしね。あと G ルート、最後に出てきたキャラっていう子も、結構意味不明でモヤモヤしましたね。アズリエルが、キャラは地上ではいじめと虐待を受けていた、と言っていましたが、モンスターを殺す理由としては薄い気がするんですよ。っていうか恨んでたのは、人間なのに、なんで恨んでた人間の殺戮劇に協力するんだって突っ込み入れたくなりました。それでキャラがモンスターたちを殺して、キャラ何も悪くなく全部プレイヤーのせいってちょっと、ってなりました。なんかもうやるせなくなりました。キャラだけお咎めなしなのがめっちゃモヤモヤしました。アンダーテイルのオリジナルっぽさを出したかったみたいですが、G に進むにつれまたそこがくどくなっていました。ただ、やっぱり目的がはっきりしているキャラの方がかっこいいなと改めて気づかせてくれました。キャラに対しては、得体の知れない不気味さだけが残ってしまい、正直押せるような子ではありませんでした。しかし、アンダーテイルというゲームのキャラクター自体、完全巨悪というわけではなく、全員が何かしらの欠点を抱えているので、そこも、面白くてやり込みがいのあるゲーム、として評価されているんだなとすごく思いました。そういうところもアンダーテイルとしての良い部分になっているのかな。しかし、一部作者の自己投影感があったりとか、くどいなと思うところがあるのは変わりません。でも G ルート、デノサンズのスペシャル攻撃は前発だったのに対し、弟のパピルスのスペシャル攻撃は犬に骨を食べられ不発、といった細かい性格の表現の仕方。はマジでアンダーテイルにしかない感がして、すごく大好きなところです。メタトン戦で、一つ思ったのが、なんでいきなり普通のシューティングゲーム始めてんだ？ってところですね。ああいうところで、あ、作者めんどくなったんだな、って感じがものすごく伝わって嫌でした。あと、メタネタがしつこくて、すごく寒い。メタもアンダーテイルの要素の一つかもしれませんが、それにしたって多すぎる。ですがやはり、プレイヤー心理を逆手に取った G ルート、この発想はマジで神だなってなりましたなぁ。皆さんは今の私の感想を聞いてどう思いましたか？コメント欄で教えてください。長い時間お付き合いいただき、誠にありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。